どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら、プラレールトーマスといっぱい貨車セットを紹介します。はい、こちらはですね、まあトーマスのプラレールの車両のセットなんですが、すごいこれいっぱい貨車っていうだけあって、1,2,3,4,5,6,7,8個貨車が入っております。早速開けてみたいと思います。おー、いっぱい入れて、あ、レールも入ってる。ちょっと普通のレールも、まずね、トーマス開脚車、あ、スクラフィー、なんかガタガタしますね。わ、これも、あ、これガタガタがすごい、あ、どっちかが上がったらもう片っぽ下がるようになってる。ミルクタンク、取れそうだけど、取れない。これは、家畜かな？中、ドアは？あ、ここが開くんだ、真ん中の。そして、あー！魚乗ってる！魚が乗ってる。これは冷凍かな？あー、取れる！これは、リンゴとみかんが乗ってる。きっとこれも、あ、取れますね。取れました。あ、顔ついてる。で、タンク車。おー。こんな感じです。そして、トーマス。これで、全部かな？結構入ってますね。レールとかも。で、こちらのレールと、さらに、もともと手持ちで持ってるレールとか状況を使って、レイアウトを組んでみたいと思います。はい、ということで、レイアウトが完成しました。りんたろうの、あそこにいます。いい感じでね、シンプルに作りました。では早速ね、これ全部もうつなげてみたので、セットの貨車を早速走らせてみたいと思います。それではゴー、行け、おーゆっくりだけど、おー大丈夫か、おー、わー、なんかこれかわいい、上下に動いてる、なんか中に生き物入ってるみたい。あ、あそこガタガタが。おー、その辺緑のがセットに入ってたガタガタレール使っております。おー。いいですね。そしてね、縫いぐるとかも入れてみて、え、何だ？結構ね、後ろ貨車重いので、スピードもね、ゆっくりですけど。はい、かわいい。うん。なんかちょっと暇です。うわぁ、あぁあぁあぁ。あはははは。
すごいなんかね、これ長さ同じぐらいなんだけど、さっきのトーマスと全然スピードがやっぱ違いますね。走らせてみるとまたね、やっぱりいいですね。この後ろの貨車たちすごい可愛い。これ特にこの後ろから2番目のやつ走ってるとこの勝手にね上下に動いてすごい可愛かったね。これねリアルなねコンテナとかももちろんいいんですが、こういうねちょっとトーマスの世界の貨車もすごいいいので、ぜひぜひ気になった方はですね、まあレールももちろん入っていて、そのセットだけでもプラレール遊べるので、よかったらチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上プラレールトーマスといっぱい貨車セットでした。ありがとうございます。かわいいガタガタ。